折渡りトンネルは、秋田県由合本城市の東日本、旅客鉄道右越本線雲岩谷駅、折渡り駅間に所在する鉄道トンネルである。単線トンネル2本で構成され、下り線トンネルは全長1438メートル、上り線トンネルは全長1705メートルである。日本で初めてシールド工法が採用されたトンネルとして知られている。 上越北線の開業に向けて掘削されたが、その開業が大幅に遅延するほどの難工事であった。後年、複線化に伴って、単線トンネル1本が新たに掘削されたが、こちらは技術の進歩などにより2年ほどで完工している。うごいは谷川高校近くに、春光記念碑と殉職者慰霊碑が混流されている。トンネル紹介1日本トンネル技術協会。 2021年5月30日、閲覧、上越北線建設概要 P14 から15、ハット AB、上越線折り渡り水道工事概要抜粋、library.jsce.or.jp、土木学会。2021年5月30日閲覧。AB、土木貴重写真コレクション、折り渡り水道。 ライブラリー y j s c e o r j p 土木学会2021年5月30日閲覧上越線折り渡り水道工事概要の原文 PDF ハット元宝1924年4月17日国立国会図書館デジタルコレクション d i s l i t t l n d l g o j p 2021年5月30日閲覧 AB、折り渡り水道内の長尺機場化秋鉄、11月、上旬の着手決まる、昭和35年10月25日交通新聞に面、布石探滝すぎ、中毒トンネル内の失神事故急行媒で、馬力低下昭和38年4月22日読売新聞が田た読売、新折り渡りトンネル6月観光目指し気候昭和44年10月4日、 読売新聞秋田読売、上越線しごり渡り水道が貫通昭和46年4月14日、交通新聞1面、鉄道土木昭和47年11月号、P57、鉄道総研の技術遺産、上越本線に区間の複線化使用開始昭和47年9月23日、交通新聞1面。ありがとうございます。